我々宇宙双子兄弟は地球を征服するために3年間修行を積んだ。我々の価値は見えている。ジガゲア、お前は正義の心得というものを全く理解していないようだな。とっとと失せてもらおうか。ティー、電子レンジマン、あんまりそういうこと言うとあんたが弟子を取ったら大体3時間ぐらいでみんないなくなっちゃうじゃないか、ディーよ。いや、我が輩はそもそも電子レンジマンの弟子ではないぞ。ああ、むちゃくちゃしてきたな。おい、おい、マハール、マハールじゃねえよ。お前誰だ。地上げ、地上げマン。ぶっ潰してやっから、今から、お前のこと。電子レンジマン、落ち着け。お主、何か様子がおかしいようだが、電子レンジマンが様子おかしいのはいつものことだ、ディーよ。ああ、もう、うっとうしいな。地上げしてやる。はっ。どうだ、我が輩はこうして地面に足をつけていても地上げ能力を発揮できるようになったのだ。修行の成果だな、電子レンジマンよ。感謝するぞ。あー、すごいでぃ、すごいでぃ。おい、電子レンジマン、何をやっておるんだ、お主。全く救いようのないクズだ、貴様は。そんなこと言ってる場合ではない。見ろ、あの上を。何？はっ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 は。パソコンの前のちびっこ諸君、こんにちは。ピントが合っていないようだが。私の名前は、トリニティ星人だ。私はトリニティ1。俺はトリニティ2だ。家電ヒーローども、殲滅しに来てやった。なんだこいつらは。宇宙人らしいぞ。こうなったら、地上げマン。あんたがこの二人を叩きのめすといい。よし、我が輩の地上げ能力にかかれば、こんな奴ら、ものの2、3秒で1コロだ。今だ、地上げビーム。ビーン。高いところから落ちたショックによって、トリニティ星人は死んだ。あとは任せたぜ、我が息子たち。トリニティ星人は男同士でも繁殖することができるのだ。一体何のことなんだ、ディーネ。なんだこの生き物は。薄気味の悪い。これがトリニティ星人の置き土産か。ブーン。ヤンディが死んだ。なんということだ。許せんぞ。ふいふい。ああ、電子レンジマン助けてくれ。いかん、こうなったら、この電子レンジマンが男気を見せて、あのマハラジャ野郎を手助けするしかないな。その心配はありませんよ、電子レンジマン。そうだぜ。誰だ。私はチャーリーです。俺は自動掃除機マンだ。この前お前、俺ゲストに出た時にお前名前を、俺の名前忘れてただろ。おい、俺は自動掃除機マンだぞ。お前は、くそ。チャーリーアックス。大丈夫ですか、地上げマン。ああ、助かったぞ、チャーリー。バイプッシュだ。はっ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 は。地上げマン、俺たちはな、お前を勧誘しに来てやったんだ。ありがたく思えよ。そうです、我が輩を勧誘。何に？それはな、家電ヒーローの新たなチームを組むんだ。そのチームの名はスーパーフォー。スーパーフォー。スーパーフォーだ。お前が加われば残りは一人だ。来い。よかろう。我が輩がそのスーパーフォーに入ればうまい感じに収まるからな。くそ、地上げマンの野郎、あっさりと俺を裏切りやがって。電子レンジマン、しかし彼の成長は新たなチームで
行われる D、きっと。そうだな。もう、どうせ殺そうと思ってたし、いいや。最後のメンツは、お主がいい。忍者ヶ原夜叉ノ介、またの名を、電子レンジマンディケイド。自動掃除機マン。地上げマン。電子レンジマンディケイド。サイバー忍者海影。この4人で結成されたチームがスーパー4だ。